あ、すっげえ。早く行こうよ。こんな大きい都会の街見たことないから。うん、そういえばそうかもね。なんかワクワクする。あ、いや、ドキドキかな。立ち止まりよ。あ、この胸騒ぎと風景をリクに伝える。そういうのって胸騒ぎっていうのかな。まあ、遊びしなよ。ハートです。行こう。あ、ゴーゴー、大丈夫？なんだ。ゴーゴー、ベイマックス。スーツのおかげで大きな怪我はありませんが、頭に衝撃を受けたせいで軽い脳震盪を起こしています。回復にはしばらくはこのまま動かさず安静にするのが最適です。わかった。うわー、これってロボット？こんにちは、私はベイマックス。あなたの健康を守ります。おお、わあ、すっげえ。そら、そんなことしてる場合じゃないよ。あ、正しい。あ、そうだった。ねえ、君たちは？俺はソラ。ドラムさん。グーフィーだよ。僕はヒロ。君たちも一緒に戦ってくれるの？僕たちはビッグヒーロー6だ。行くぞ、ベイマックス。行くぞ。上からの攻撃に持ち寄ってきて。よっ、た、や、は、は。皆さんの健康は、は、や、や、た。これで。よっ、や、へ、は。受けてみた。
ひどいね。みんな刺激的なニュースが見たいのよ。報道はニュースショーになり下がってエンターテイメントになったのさ。なんでだよ。俺たちがこの街を守ってきたんだぞ。まあ一発食らって気を失ってたのは確かだけど、科学の力で事件を解決してきたじゃないか。でも今回は全く聞かなかったのよね。あいつら何者？ああ、なあ、それで彼らがやっつけてくれたんだろヒロ、私たちにも紹介してよ。あ、そっか。あ、うん、まずは僕たちのことから。彼女はゴーゴ、彼がワサビで、よろしくね。彼女はハニーレモン、よろしくね。え、俺がフレッド。怖がることはない。これは本当の体じゃない。なんだ、そんな格好だからてっきりモンスターかと。それでソラ、ドナルド、グーフィー、ん、彼らは。キーブレードヒーロー3。皆さんの体温が急激に下がっています。適切な防寒対策を行ってください。私の体はヒーターを内蔵しているので、ギュッと抱きしめれば一時的に寒さをしのげます。もう何やらせるんだよ。僕とドナルドはキーブレード使えないしね。だって俺たちだってヒーローだろ。それは違うよ。要するにあんたたちがあの敵を倒したのね。うん、あいつらはハートレスって言って、心の闇に引き寄せられる魔物なんだ。来たぞ来たぞ。これぞ王道、光と闇の戦い。茶化すなよフレッド、これは深刻な事態だ。そうよね、私たちだけでは手に負えないんだもの。まだ負けたわけじゃない。今の私たちの力では先ほどの敵に勝てる可能性は 0.00000。 もういいよベイマックス。気にしなくていいって。ハートレスのことは俺たちに任せてよ。行こう、ドナルド、グーフィー。待って、僕たちも戦う。無理しなくていいよ。ううん、僕たちは誓ったんだ、兄さんの思いにね。うん、うん。それでさ、具体的にどうすれば。決まってるだろ、ピンチに陥ったヒーローはバージョンアップするんだ、修行で。コミックじゃないんだよ。修行は半分正解。僕に考えがあるんだ。AR デバイス？そう、現実の環境をコンピューターグラフィックスで拡張するデバイス。それにこれはつけてる人の行動データも収集することができるんだ。あ、おう、つけてみればわかるよ。うん、うん、ハートレス！ドナルド！グーフィー！どうしたのそれ？ハートレスなんかいないよ。え、でも落ち着いてソラ。
AR デバイスを外してみて。へえ、どんな仕組みか全然わかんないけど、すごいなこれ。ありがとう。まあでもこの町の地形データしか入れてないから他の町じゃ使えないけどね。さあ修行だ。焦んなって、まだ説明が終わってない。ソラはヒロがプログラムした AR のステージを攻略してくれればいいの。ゲームみたいなものよ。私たちはソラの動きをトレースして一緒に修行。まあ修行するってわけ。修行だってドナルド、楽しそうだね。僕たちも強くなれるかな。僕には必要ない。私の修行は戦闘データをインストールするだけです。ん？さあ、あ、フラッシュトレーサーを始めよう。あなたの動き、と…ソラ、準備ができたら声をかけて。
ったら AR デバイスのマーカーを見せてくるといいよ。少しです。私も重力から解放されてみよう。
るだけじゃなくて飛ばせばいいんだ。させるのね。ああ、そうか、氷だ。炎と氷、二つの相反する力を手に入れられれば。ありがとう、ソラ。データは十分集まったよ。みんなも何か掴んだみたいだね。ああ、ヒロ。先日は、ペイが海外の佐々木の方で帰ることで、ロケンが痛くていろんなことができるから、ロナミを抑えるみたいなことを、こういうようなものは、どうしたら、ロナミを抑え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 たら、これでよしっと。番組の途中ですが、緊急ニュース速報をお伝えします。先ほど中心街南エリアに正体不明のモンスターが現れました。モンスターは市民を襲い、被害者はハートのような形に姿を変えられてしまったとの未確認情報もあります。州警察は外出を控えるよう呼びかけています。繰り返します。先ほど中心街南エリアに、行こう。